ボルドーのトラム。河川がなく、線路中央の第三機場から終電している。地表終電方式は、路面電車で用いられる第三機場方式による終電方式である。河川が不要であるため景観の面からは優れているが、関連や短絡による事故を防止するための機構が必要となる。十九世紀末に登場したもののその後廃れていたが、十一世紀に、 入って新たな技術が実用化されている。路面電車の第3、第4機場による終電方法には、この他に地中の溝の中に給電用レールを配置した地中高終電方式があった。固定接点電極方式は19世紀末にパリで実用化された方式である。給電用レールは短い区間に絶縁され、車両が通り過ぎるごとにスイッチを切り替えて、 車両の真下にある部分にのみ通電されるようにしたものである。しかしこの方式は安全性にかけ、事故が多発したため早期に姿を消した。イノレール式 APS はアルストムの子会社のイノレール社が開発した地表終電システムである。給電用レールは線路の中央に付設され、8メートルの給電区間と3メートルの絶縁区間が交互に連なっている。 車両仮面の設置アンテナから誘導電流を出し、これを地上の誘導コイルで受けて制御箱のスイッチを切り替えることにより、車両の真下にある部分の給電レールにのみ通電する。また受電に失敗した場合も、車載のバッテリーにより400メートルまでは自走が可能である。フランスのボルドーではバル方式による地下鉄の建設が決まりかけていたが、1990年代に、 路面電車に変更された。その際ガロンヌ川左岸の歴史地区の景観を守るため、河川のないイノレール式 APS が採用され、2003年12月21日に運行を開始した。車両はアルストムのスタディスを APS 対応にしたものが用いられている。ボルドーでは特に景観への配慮の必要な歴史地区やガロンヌ川の橋上などで APS 方式が使用されているが、 郊外では、河川終電となる。ただし郊外でも乗務員の訓練用や、消防自動車の出動を妨げないため、また、地域のシンボルとして、タンク間の APS 終電区間がある。APS システムの設置には、通常の河川に比べおよそ3倍の費用が必要になるが、建設費全体では、APS 採用によるコストの上昇は5%程度であった。開業直後には、 絶縁不良やブレーカーの誤作動などによる故障が多発し、特に雨の日には運行率が著しく下がった。しかし制御箱の改良などにより徐々に改善され、2007年頃には年あたりの運休時間が10時間程度にまで減少している。フランスではアンジェ、ランス、オルレアンの b 線で APS の採用が決まっている。フランス国外では アラブ首長国連邦のドバイとブラジルのブラジリアで採用される予定である。なおニースでも採用が検討されたが、バッテリー走行方式に変更され、2007年に開業した。2016年に開業したリオデジャネイロの路面電車、VLT カリオカは、河川を全く使わず、全区間が APS になっている。トリエステの路上の終電路、スロットカーのように、 終電ブラシで電路上を周道することにより、終電する。トロリーバス用で左側が設置されており、断続する右側の内部に磁石で吸引されることによって給電する電路が埋め込まれている。詳細は、スタッドコンタクト終電システムを参照反りが終電路の上を通過するときに普段は下がっている。電極が車載の磁石による磁力で吸引されて上昇して通電する。 詳細は、暗挙終電方式を参照暗挙内に設けた第三基場から終電する方式で河川柱を並べる必要がなかったが、絶縁や補助に手間がかかるため、ロンドンやワシントン DC、マンハッタン島、ボルドー等、一部の都市を除いて、普及には至らなかった。詳細は、ストリームを参照イタリアのトリエステで、トロリーバス用として1998年から、 試験された車上の磁石の吸引力で電路内の導体を吸引して電力を供給する方式で他の地表終電方式と比較して建設費、運用費が安価である等の利点があったが実用化には至らなかった。ありがとうございます。